はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、マジバトの動画撮ろうと思うんですが、今日ね、ちょっとね、出かけててね、今、マジバト開いたらね、このトグロ弟がね、デンといて、まあ普段はね、ここに5人キャラがいるんですが、その画面がね、出てこないで、まあトグロが1人でいると。でね、オレンジジュースを集めるとこのゲージが溜まっていくみたいで、ゲージを貯めるとね、次はね、トグロのコートを脱いだバージョンになるらしいですね。これで、ちょっと待って。まず、コートを着た状態が終わると、コートを脱いだ、トグロ弟トグロ弟 60% に次はなると。で、60% でもゲージを貯め終えると、80%、そして 100%、最後に 100% 中の 100% になるということで、1,2,3,4,5 段階かな ?5 段階、このね、ホーム画面のトグロを進化させましょうっていう、イベントみたいですね。で、まあ、トグロ弟ミッションっていうことで、全ユーザーの獲得がね、もうすでにね、夕方始まったイベントのはずなんですが、まあ、5時からとして今10時過ぎだから、まあ5時間ぐらいでね、もう全ユーザーで言うとね、8万近く、オレンジジュースが集まってると。これはね、まだ6個しか、まあ、集まってないので、上位 70% らしいですね。まあ上位 70% っていうか、下から 30% なんだけどね。ってことで、まあこれはこれでね、ぼちぼちやっていこうと思います。そして、もう一つね、2.5 周年、マジ感謝祭ステップアップガチャっていうことで、トグロ兄弟とサポートの、まあ、ユースケ稽古が来てますという感じですね。いやさ、マジバトさ、祝いすぎだよね。いいんだけど。888日記念があって、888日記念が何週間かやってて、900日記念やった時に、いや、888祝ったのに900も祝うんかいって思ったけど、2.5 周年っていうのは、まず2年が 365×2 だから730かな ?730 の、まあ180としても、まあ910何日で 2.5 周年なわけだから、888祝って、900祝って、915ぐらい祝ってるって思うと、ここ1ヶ月ぐらい祝いっぱなしなんだよね、マジバト。いいことだけどね。というわけで、まあ、今回ね、このガチャ来てるんですが、今ね、霊石が570ぐらいしかないので、週明け月曜日のね、霊石足しても600、700ぐらいにしかならないかな。ちょっとイベントで回収したり頑張って、なんとかね、950貯めて、一周っていうかステップ5までね、回したいとは思ってるんですが、今回の動画ではね、ちょっと回さずに、キャラの確認だけしようと思いますという感じかな。で、今回来たトグロは、なんとね、弟が妖力タイプと、トグロ弟対属性妖力タイプ、という形で来てますね。で、リーダースキルはダイアップ、妖力アップ極みもついてると。で、純粋な力、自分自身に妖力よだめ増加、自身の体力が多いほど効果が上昇。まあ、細かい数値がね、ここでは見れないので、ちょっとガチャ画面の方で詳しく見ましょう。まあ、そうだね。うん。ここら辺はだからちょっと軽く流すね。で、もう一体がトグロ兄。こちらが陰属性の攻撃タイプで来たと。いうことで、まあ、攻撃タイプのダイアップ、攻撃力アップ極みがついてるよと。いうことですね。まあ、自身に攻撃力アップ全体に余ダメージ減少なんかもつけられますと、いうことか。なるほど。はい。そして、サポートのユースケ&ケイコが、これはどうなんだ?装備者にダメージを与えたとき、あ、そっか。これはね、潜在解放がついてるから、潜在解放の画面の方で見た方がいいですね。潜在解放の方で見ると、メインのサポートスキルが、よだめ増加、妖力アップ。解放前が、装備者に 42% のよダメージ増加2ターン。24% の妖力アップ2ターン。装備者がダメージを受けたとき。だいぶ簡単な条件で、しかも無制限で何度も発動するから、これは結構いいね。
で、潜在解放後は 42% の余ダメ増加に加えて、装備者を含む縦一列に 24% の揚力アップか。なるほど。そうですか、そうですか。で、覚醒クエストが終わると 39% になるのと、どっちも3ターンに増えるという感じですね。そして、潜在サポートスキルの方はバリア効果か。装備者が心の場合、装備者に 40% のバリア効果5ターン、ウェーブ開始時。なるほどね。で、覚醒クエストが終わると、40% が 50% に上がると。そして、麻痺耐性がつきますね。はい、ざっくり見るとこんな感じ。で、細かいパーセントがね、あっちだとよくわからないので、ガチャの、違った。ガチャの画面でちょっと見てみましょう、改めて。ガチャ画面で見ますと、まず、トグロ弟、礼を言うぞ。こんな力を出せたのは初めてだってことね。まずは必殺技。先導の魔手。自身に 50% の揚力火ダメ減少総裁が1ターン。敵全体から体力の高い、割合の高い敵、順1体に330の揚力ダメージか。まあだから前列削ってたら、まあ後列3体の中からまあランダムにっていう感じで入るのかな？うん。で、もう一つが、最下の魔手、敵全体に味方全体に 10% の火傷効果、2ターン。で、敵全体に 125% の揚力ダメージか。で、気絶効果付与。まあ気絶付与の 125% はでかいけど、その代わり代償として味方全体に火傷をつけてしまうって感じか。まあ、やけど無効のね、なんだ、長距離スキルとかね、やけど無効つけとけば、ノーリスクで打てるっていうのもあるし、まあ、あとは状態異常になった時に発動するサポートとかをうまく組み合わせると、これは、さらに火力が上げられたりする可能性もあるのかな？味方のやけどが多分先に入るので、この書き方だとね。なので、状態異常になった時に、効果が発動するサポートスキルとかと合わせて使うと強いような気がするなって感じかな。で、揚力アップ極み 40%。で、気絶耐性持ってんのかな。で、固有オートスキルが純粋な強さ。自身に 70% の揚力余ダメ増加。体力が多いほど効果上昇、最大プラス 50%。なるほどね。120% 上がるか。で、それが2ターンと。で、敵全体に回復量半減が 100% 付与。3ターン。初回のみ付与。あ、なるほどね。発動回数は無制限ですが、回復半減に関しては1回目のみつきますと。で、自身がダメージを受けた時か。はいはいはい。固有オートは結構強いね。特に回復半減一発入るのがね、でかいかな。ユキナとかで復活した時にもね、回復量が少なくなるからね。なるほど。で、兄じゃ。お前が生き残る可能性は、生き延びる可能性はないと。あ、でね、ちなみにね、ちょっと、ここでね、関係ない、あんまりね、マジバト自体とは関係ない話なんですが、まあ、俺のね、YouTube のチャンネルが、500人超えました。まあね、ちょっとね、なんだろう、増えたり減ったりしてたから、500人超えた瞬間にやったーって言うと、なんか499に戻った時にちょっと動画アップした頃に戻ってたら嫌だなと思って、510人ぐらいに今なったから、まあちょっと減っても、まあ500人超えましたって言えるかなと思って今言おうとしたんですが、なんでね、アニジャの紹介の時に言おうと思ったかっていうと、まあちょっと理由がありまして、俺ね、 YouTube 始めたの2018年の8月なんですが、結局ね、2年と7ヶ月ぐらいで500人超えた形になるんですが、31ヶ月かな、だから。そんな感じなんですが、まあ実はね、初期にね、誰にも言ってないんだけど、YouTube ね、1000人超えるまでね、チャンネルが伸びるように願掛けで、髪を切らずにいたんですが、もう31ヶ月も経ってまして、ちょっとね、アニジャがね、めっちゃ今の俺の髪型に似てる。長さ的にはね、俺のがちょっと長いかもしれんぐらいのね、感じになってるんだけど、
まあそれでね、このタイミングでちょっと言ってるんだけどね、そういう理由で。まあそんなことはいいとして、ちょっと見ていきましょう。はい、攻撃タイプ、陰属性。必殺技が、擬態人形。自身に必殺技無効貫通、無効貫通か。貫通が2ターン。で、必殺技カウンター付与 2回か。で、カウンター時に敵単体300の攻撃力ダメージ。100% の火ダメ増加。付与率 100%。なるほど。これは潜水のカウンターの完全強化版みたいな感じかな。あれも発動2回でっていう感じだったけど、まあ無効とかがついてる上に、あと自身に 29% の体力回復もつくのか、完全にこっちのが強いね。で、もう一つが攻撃技で、処刑の対人かな。敵全体から体力の割合の低い順1体に 300% の攻撃力ダメージ。なるほど。弟と逆か。まあ、開幕で撃つ分にはどちらもね、ランダムになっちゃうとは思うんですよね。割合がみんな一緒だから。で、麻痺効果 100% か。だから、でもね、ある意味5分の1で、いいとこ打ち抜ければどっちも強いよねっていうギャンブル性はあるかもしれん。で、オートスキルに関しては攻撃力アップ極み。ああ、そう、トグル弟の時にも思ったけど、一番上に極みがついてるってことは、移植できるんだよね、キャラリンクで。それだけでもね、なんか持っておく価値はあるかなって気がしますね。で、固有オートスキルが、これなんだ、長老でいいのかな?の人形。自身に 100% の攻撃力ダメージ、攻撃力アップ2ターン。敵全体に 70% の余ダメ減少 100%、1回。味方が敵を倒したとき。あー、なるほどね。ああ、でも結構強いか。開幕、ジャンプとかでまあ復活するにしても、打ち抜けるから効果発動するよね、これ。そうか。まあチーム的にはアニジャの方が組み込みやすいかもしれん、俺は。ただ、キャラ的にはね、弟のがいいかなと思うと、まあコレクション的な意味ではね、今回3人とも結構欲しいかな。で、最後のサポートなんですが、サポートキャラに関してはね、潜在解放の方で確認したので、まあこちらだとね、逆に潜在解放後が見れないから、省略ってことでいいかな。はい。というわけでね、2.5 周年のマジ感謝祭、新キャラ 3人ね、ちょっと見てきましたと。で、ステップ1から5まで完走するには、250、450の500で、950必要っていうね、いつも通りの数字なので、まあ、週明けね、霊石配られて、あとイベントで回収してってなって、950溜まってから、ステップ5まで引こうかなと思います。ってとこかな。で、これに関しては、チケットを貯めといて引いてもいいと思うけど、別に引いちゃってもいいかなって思ってて、どうしようかな。でも、月曜日に、いろいろ来てから引こうかな、これに関しては。まあ、10連チケットとかもね、無料のやつ来てますって感じですね、これに関しては。で、今回、ガチャに関してはね、チケットとかも、とりあえず、週明けまで取っとこうかと思うんですが、一個だけ今日引いちゃおうと思ってるのがあって、まあそれがね、これですね。2.5 周年選べる星5確定チケットガチャ。これに関してね、ちょっと中身の確認をして、まあ選ぶとこまでね、やろうかなと思ってます。ということで、じゃあ早速ね、ちょっと見ていきましょう。選べるキャラなんですが、今回は結構増えてるんですよね、これ。どこまで増えてるかというと、この辺、そうだな、この辺、そうか。どこまで増えている、なんて説明すればいいんだ。さすがまで増えているんですね。さすがとリンクが一緒に来てたはずで、まあ、シャチ、ヨミ、クラマのこのあたりも一緒に来てたやつらだったかな。
そうだね。で、夏祭り3人組だったりだから、あ、そっか、農業の3人組が夏祭りだと思うと、去年の、8月、9月、10月とかそんな感じだったかな。ちょっと、うろ覚えですが、去年の10月ぐらいまでのキャラが選べるということでいいんでしょうかね、これは。で、そこまでキャラ選べるってなると、結構持ってないのがいるので、選びがいがあるなぁと。確かね、前回の選べるとかだと、ここまでじゃなかったかな。あれ、ボタン入ってたっけ？ボタンギリギリ入ってなかった気もしたけど、いや、入ってたか。修羅まで入ってたかな。ちょっと、まあ、うろ覚えですが、今回に関しては、さすがまでね、入ってるということなので、結構ね、選べるキャラが多い、いい選べるガチャかなと。でね、誰選ぼうかね、かなり悩んでるんですが、まあ、この選べるガチャね、全キャラレベル140排出ということで、育った状態で出てきてくれるので、そういう意味では、サポートよりもメインキャラの方が、育てるコストはね、多くかかるので、メインキャラを選びたいかなと思っていまして、で、メインキャラで持ってないやつっていうのが、呪いの獅子若と、なんかドリルみたいなグリグリグリってやる読みと、あと、まあ、防御タイプの夏目と、あと、九条と、あと、まあ、変身クラマと、まあ、足リンクかな。なんですが、誰にしようかな。この1、2、3、4、5、6、6人の中からちょっと選びたいかなと思ってるんですが、まあ、キャラで言うならね、変身クラマー結構いいかなと思ってるんですが、まあ、性能とかをね、ちゃんと確認して選ぶわけ、いいかなと思ってるわけでもなく、まあ、単にクラマーね、欲しいかな、みたいな。あ、変身クラマー、会心ダメージ、増加大を持ってるんだ。で、自身に容力アップ4ターン、味方全体に 40% 防御アップ。はぁ、あ、はぁはぁ、なるほど。バトル開始時にこれが発動するよと。変身クラマか。足リンクは？足リンクは単体ダメージと、なんだこれ、状態異常オンパレードなんだ。使ってるの見たことあんまないけどね、武術界では。そして、耐性総裁ガード総裁付きで、前列に、225% か。あー。そして、これは揚力よだめ増加と必殺技無効効果。通常攻撃回避2回。自身に状態異常がかかったとき。あー。足リンクも割とありなんだなー。で、グリグリ読みは、これがあれだよね、グリグリグリってやつだよね。凍滅の暴風、敵全体からランダム3体 203%、沈黙付き。で、自身 71% のよだめ増加4回、自身を含む味方盾に 50% ひだめ減少か。あー、これもなんか良さそうではある。自身に1回通常攻撃回数増加3ターン。自身を含む味方盾にバリア効果5ターン、バトル開始時か。なるほどね。なんかちょっと文言変わった？ウェーブ開始時ってなってなかったっけ前。全部バトル開始時になってるね。まあ細かい変更だから別にいいんだけど。九条とかどうなんだろうね。九条は攻撃力アップ3ターンと、味方全体にひだめ減少か。はーん。ガードアップ相殺して 263% か。これね、結構ね、味方というかね、
グルバトでね、使わせてもらうと結構強いなっていう風に思う時があったんだけど、必殺技に対する通常攻撃反撃4回。あー、なるほどね。で、夏目か。夏目はね、縦夏目か。縦夏目というか、防御タイプ夏目なんだけど、味方全体に必殺技の火ダメ現象がつくのが強いっちゃ強いんだよね。まあ、ただね、耐久寄りっていうよりは、ガンガン攻撃していきたいっていうのがね、まあ、特に武術界とかだとあるので、そういう意味では、防御タイプより、ああ、そうだ、呪い獅子若ちょっと確認してなかったな。呪い獅子若は、揚力アップ2ターンとカウンター付与、カウンター1回で 302% 揚力か。なるほどね。敵全体 95% の揚力ダメージ、20% の毒効果。ああ。で、強いのはこれだよね。美麗なる剣技。味方をダウンさせた敵に3カウントの呪い効果、付与率 100% 5ターン。味方がダウンした時ということで、呪いがね、結構ね、厄介なのは確かなんだよね。復活が絡むとね、呪いで落とされちゃうっていうのはね、結構あるから、そうだね、この6人結構悩ましいね。あ、ちなみにメインから選ぶって言ったけど、ちょっと夏祭りキャラだけ確認しましょう。能量雷禅。能量雷禅は、火ダメ減少総裁と揚力アップか。なるほど。揚力タイプのアタッカーにつけて使う感じだね、これは。弱体効果がかかった時か。まあ、あれだね、この雷禅とかにつけると割と強そうかな。で、こっちの能量ムクロは、余ダメ増加と、ねえ、火ダメ減少。味方全体に 50% 余ダメ増加。あ、これなんか結構強くない？ 25% の火ダメ減少。ウェーブ開始から3ターン目に発動。あー、そうか、3ターン目だからか。やたら効果が強いと思ったらそういうことね。これはちょっと持久戦系なので、俺は使うの苦手なタイプのサポートだね。効果は強い。どうしようかな、そうなると。まあ持ってるやつはちょっとも、選ぶのもったいないから、やっぱり未所持のメインキャラから、あ、そうだ、こっち、そうか、そうか、そうか。ジュリも持ってなかったんだね。でも、水着キャラはね、潜在解放前提みたいなところがあるので、ちょっとね、コンペン、足りないし、これもらっても、すぐ活躍できないかなっていうのがあるので、まあそこは省略でいいかな。そっか、じゃあ、クラマかな、クラマか、クラマかシワカかな。どっちにしよう。クラマもらっとこうか。クラマね、全体 95% 揚力ダメージ、 70% の、暗闇効果ね。そうか、味方全体 50% 回心アップ、味方の揚力タイプが4体以上いる場合。そうか、でも揚力染めするならっていう感じの能力なんだよね。攻撃パメインでやってるから、そう、たまに揚力パ作ってみてもいいかなと思うけど、なかなかね、やっぱ育成がね、偏っちゃってるから難しいところがあって、どうしようかな。だいたいね、揚力パ使うときも、次元塔の桑原盾役のやつと、ボタンをね、前衛に使って、後ろ3人揚力にするとかってやれば、まあ、前衛はね、攻撃タイプと使い回せるっていうことで、結構ね、やりやすいんだけど、このクラマは、揚力染めとかをするときの方が輝くキャラだからね。そうか、いや、悩ましいな、これ。なんかね、選べる結構未所持キャラ増えていいじゃんと思って、パッと決められるかと思って、取り始めたんですが、結構悩ましかったですね、これ。
そうか、どうしようかな。結構悩むな。クラマで揚力場組むんだったら、タッグクラマ、溶岩祐介、このね、クラマをゲットした前提で言うなら、このクラマ、前衛を誰にしようかっていうのが結構悩ましいな。このクラマ使うんだったら、揚力で染めたいんだよね。5体の場合、プラス 50% っていうこともあるので、あ、そうだよね。揚力編成、揚力5人編成にした場合、味方全体の 50% 回心アップっていうのが、5体残ってたらプラス 50% になるわけだから、100% 回心率アップってことは、もう回心が常に出るってことだもんね。あ、これ結構いいな。ただ、揚力タイプで前衛に置けるキャラっていうのが、俺が持ってる中だとちょっと難しいんだよな。何使うかな。あ、そっか、ユキナが揚力か。だから、ユキナ、このクラマ、溶岩祐介、タッグクラマ、そしたら何？前衛にこのクラマを置くのかな？まあ、そうか。リンクと比較するなら防御力2600の3800だから、このクラマ揚力にしては確かに硬い方か。5人編成するなら前列に置くのもありか。ちなみにグリグリ読みは？あ、グリグリ読みも結構硬いね。あ、グリグリ読みのが使い勝手いいかな、そう考えると。あーっていうか、そっか、通常攻撃増加があるから、グリグリ読みと、このクラマはセットで使う方が、回心 100% アップができるんだったらありなんだね。うわー、ちょっと悩むわ。2.5 周年選べるガチャって第2弾とかあるかな？第2弾とかあるんだったら今回クラマ取って次回グリグリ読み取るんだけど。あー、どうしようかな。そういえば、別に選ばないけど、この修羅も、通常攻撃に、あ、そうだよね。1回の通常攻撃回数増加1ターンっていうのがウェーブ開始から毎ターンで3回だから、通常攻撃2回できるんだよね。この、だからこの修羅はね、結構、こっちのクラマと相性がいい。回心アップと通常攻撃の回数増加組み合わせて、揚力回心波みたいなのを作ってみて、見るのもありかな、これ。まあ、うまく勝てるかはわかんないけど、楽しそうな編成ができそうな気がするんだよね。うわぁ、どうしよう。クラマにするか。クラマちょっと選びましょう。2.5 周年選べる星5確定ガチャチケットを消費して、以下のキャラクターを獲得しますが、よろしいですか？ OK！ さあ、青で森だが、オーラも中くらい。これ普通だったら諦めるからね、この演出だったら。カットイン次第かとか言いながら、ここでウォッシャーって言うんだよね、きっと。はい、ということで、まあ選べるチケットね。戦勝陽子、クラマを選びましたと。強化されてレベル140、限界突破も完了しておりますと。で、そう、あのね、巻物集めるのがマジでめんどくさいから、持ってないキャラ選ぶんだったらメインキャラの方がおすすめ。サポートのがね、確かに手に入りにくいんだけど、今回のやつみたいに育った状態で出てきてくれるときは、巻物を集める
手間がかからないのが、のがね、俺はいいと思う。めちゃめちゃ巻物余ってる人は別だけど、俺結構巻物不足しがちなんで、メインキャラね、持ってないやつ選べるのはすごい嬉しいです、という感じかな。まあもうあとはね、キャラリンクだけ解放すればいいわけだからね。強化済みってキャラリンクも解放してくれてるんだっけ？そんなことないよね、多分。あ！お！キャラリンクももう解放されてるんだ。あ、これメインキャラのが全然お得だと思うよ、やっぱり。どうしても欲しいサポートがいるんだったら別だけど、巻物とかね、必殺技の素材とか、キャラリンクのやつとか、全部ね、使わないで済むというか、完成した状態でね、出てきてくれるみたいなので、ガチャから。これはね、ぜひ、持ってないメインキャラクターを選ぶのをお勧めしておきます。まあ、とりあえず適当に揚力タイプで属性一致してるやつつけとこうかな。一応ね。はい、ということで、まあ、育成済みの状態でね、まあ、まだ G ランクなんで、そんなに強さ的には上に来てないですが、どの辺にいる？あー、ここにいたね。あー、そうか、ライゼンとかもいるからな。このライゼンは前衛でもやってくれるのかな。まあ、ウェーブ開始時から1ターンごとに発動 100% で、ひらめ現象 75% がつくから、このライゼン前衛でやれるかもしんないね。あ、揚力パー、作ってみたいな、このクラマで。まだ G ランクだけど。クラマ、ライゼン。まあ、ユキナは入れるにしても、クラマ、ライゼン、ユキナで、溶岩ユウスケ入れて、この辺どっちがいいかなとか思うけどね、揚力パーをね、全然組んだことがないから、なんか、うまいこと思いつかないな。結構ね、まだ、タッグクラマとかもね、タッグユウスケあんだけ出てるのに、こっちまだ G かよっていう話もあるからね。まあでもそんなところか。あとこのクラマ手に入ったおかげで一応クラマはコンプだね、これで。比叡がね、意外と出てきてくれてないんだよね。2周年比叡と、ハロウィン比叡とイミゴ比叡、3人ちょっとクラマ、比叡は出てきてない。クラマの方は唯一出てなかった、ね、変身妖子。今回ゲットできたので、いいね。はい、というわけでね、まあ今回はこれで終わりにしようと思います。またね、週明け霊石配られた後に、今回のね、トグロのガチャとかは引いていこうかなと思うので、またよろしくお願いします。ということで、今回はこれで終わりにします。ありがとうございました。よいしょー。